バターグ行行しようとですね、今日は南波行き、で、発表は3日1丁目ですね。なるほどね。ラブバハの感じ結構独特ですね。あ、手に取ったら向こう側に阿部のバス来たわ。あれに乗ってたらいいね。まあ、昔ちょっと時間があるでしょう。そうですね、雪の南波駅は2番線から出るやつもあるんですね。そうやってながら止まりもしなかったらよく分からんけど、なるほどな。で、うちはこれ出てただこれに乗ってた、うん、かなり大回りになってますけどね。また今日もこんな緑茶になってるよ。まだ朝早すぎるからこんな虫も入ってねえだろうからな。よし、バスを降りて、よいしょ。で、こっからお片付けしてくれ、乗ってたらええっと。富士4、あ、左手すぐ降りかしてくんや。仕方ないね。よいしょ。ジグジグ。よいしょ。で、次僕はだっけ、何駅やったっけ、王の21に行かなかったよな。これがあるの場所、鶴市まで越えていったんやったっけ、何駅やったっけ。で、古市までこれで行って、で、次が、何やったっけ？あ、これだ。タイマ寺なのかな？すごい名前だな、タイマ寺って。で、これまたあれだ、準急以下しか止まらねえから、急行でやるとダメなんだ。ややこしいね。まあ、とりあえず古市まで行って、そっから折り返しですね。もういきなし多分、次駅じゃないかな。よし。そんな感じで行きましょう。先頭で乗ろうかな。変化から来ながらは23なんだね。やっぱ今日調子に。よいしょ。いっぱい来て込んでる。古市町は来たんですけど、めちゃくちゃ混んでるんでね、あんまカメラも回せんな。しかもこんなの来るのが、まあ、そこでは順調やけど変わってないだから、これやったら戻っていっちゃうで。あー、こんなの来る橿原神宮行きの普通列車に乗らなあかんねんけど、2号線ってなってんやな。電車が来たします。なかなか大変だなこれ。黄色い線が下がってたらよ。あ、こっちもないよ。ここ、たくさんいいんだ、そういう感じなんだ。なるほど。それらいだって、よしに行きゃいいじゃんな。ね、そんなタイマでだとかっていうわけのわからないところに行かなかのや。とりあえず混んでるんで。急行やったらあかんねえもんな。次、普通列車かな？ここに来るんだろうな。大丈夫やろな。医療先生、うん、限界室ここになってるから大丈夫やろ。はい。モノレールって穴開くんだ。うまい。角煮かまん。うまそうや。
一番乗り場、秋原神宮前行きが2両編成で参り、こっちから帰ってくるんだ。新宿から飯山線までお乗りください。この電車は秋原神宮前まで3駅に止まります。ではそれ以外は秋原神宮前に参ります。それ以外は私っぽい大きいシャンプーやんね。よかった。